バスケットボール男子日本代表のエースでベイプロ NBA レイカーズの八村塁、26、が、28年ロサンゼルス五輪に向けて続投が決まったトム・ホーバス監督と公益財団法人日本バスケットボール協会を批判している問題で、三谷裕子会長、66、が26日、都内で行われた日本オリンピック委員会、JOC、の理事会に会長代行として出席後、報道陣からコメントを求められ、事務総長が、と答えかけたものの、JOC 職員が、取材は、ダメダメ、と制止した。